今前方は誰もいませんね。貸し切り状態です。でここにあれですね、乗り出してちょっと水辺を見てみる。橋を渡ってからぐるっと回って画面の奥の方に見えている橋、これすごいですね。この柵と一体化した色の自転車初めて見ました。もう完全に新緑ですね。前回に通った時は葉桜でしたけど、八重桜なのか、八重桜ですね。いい感じに咲いております。今日もですね、高島屋さんの前でエンディングとしたいと思います。